カナディアンロッキーはバンフから出かけました。大氷原アサパスカ氷河です。シャトルバス待ち合わせのひとときです。皆さんのんびりとしています。バンフはここです。私たちは今この辺りにおります。ここでバスを降りて氷上車に乗り換えました。
素晴らしい窓を開くようになっておりますので、私が皆さん、日本でしょうかって言ったら、こう、スケートリングの上にスラスラした人が想像していた、この最後を覗いた大きさが等しいカラーで、そう、ガンプの足、パンこう、吹く人が吹くと言います。人の高さとタイヤの大きさを比べてください。お天気良くなって良かったですよね。スノードームというやらここに、バケツ1杯の一つ東は大西洋、そして、西は大西洋、そして風邪どこの大きさはお盆に気をつけた方が結構大丈夫ですね。大体30メートルの積雪があって、初めて下の30センチ100分の1、これも、川の流れと同じ、この横の今度左側に、先ほどの綺麗な青い氷が見えるかと思います。この浅田塚氷河の雪上の観光に使われているというカブトムシみたいな形の乗り物が実際520回されたカブトムシみたいな形の乗り物がいいかと、あれが一番最初に使われている。バンフに帰ってきました。